ウィニングイレブンファンの皆さん、こんにちは。本日の実況は私、真鍋優です。ベルマーレ平塚対ベルディ川崎、特別試合をお送りいたします。選手たちがのびのびしたプレーができるような最高の青空に恵まれました。サポーターの声援を一身に背負い、ベルマーレ平塚入場してまいりました。ホームのベルマーレ平塚スターティングイレブンは、ゴールキーパーは小島、ディフェンダーは三木、夏香、久保、岩本、ミッドフィルダーはボン・ミョンボ、田坂、ミカルジーニョ、ダデア、フォワードは殿池、ロペス。続きましてアウェーのベルディ川崎スターティングイレブンをご紹介します。ゴールキーパーの菊池、ディフェンダーの林、柱谷、エンリケ、中村、ミッドフィルダーのモアシール、ラモス、北沢、前園、フォワードの三浦、高木。以上が両チームスターティングイレブンです。記憶に残る一戦になりそうです。キックオフのホイッスルが鳴りました。前半45分、始まりました。ベルマーレ、ベルディを迎えてのホームゲーム、プロらしい試合を期待しましょう。場面に向かって左から右へ攻めるのが、後ろへ速いパス回し、10分経過。序盤から両チーム激しくスルー、これはカウンターになりました。ドリブル突破、シュート、ゴール、ゴール、ドンピシャです。さすがの一言です。これはパワフルでした。ベルディ川崎先制のゴール。いいプレーです。こんな素晴らしいシュートがかつてあったでしょうか。前園、ナイスなシュートでした。ボール、ゆっくりとパスを回します。細かくつないで、そしてパスをつないでいきます。速いパス回し、細かくつなぎます。奪った。20分経過。ベルディ川崎守りを固めています。ボール、守りが甘い、止めている、大きくクリア、ここは回り込んでいます。ゆっくりとパスを回します。細かくつないで、これは危ない、危険すぎる。ここでファウルは厳しい。ベルディ川崎、これは大事に攻めたい。直接狙っていくのか。さあベルディ川崎チャンスです。直接入るか、ゴール、ゴール、やりました。素晴らしい、キーパー及びません。ベルディ川崎2点。ベルディディフェンスラインがうまく機能しています。プレーが出ました。では見てみましょう。パスをつないでいきます。速いパス回し、細かくつなぎます。短いボール、大きく前線へ、シュートだ。素早い飛び出しです。クリア、どうにも攻めきれません。
ゆっくりとパスを回します。40分経過、ゴローが欲しい、一旦戻します。速攻速攻速攻、積極的なディフェンス、ここで前半終了の合図。ベルマーレ平塚、追いつくことができるでしょうか。ホイッスル、試合開始です。後半45分始まりました。後半両チームどのような作戦を取ってくるのでしょうか。ベルマーレ平塚、集中力が切れかかっているようです。細かくつないで、フォローが欲しい。5分経過、当たりが弱い、大きく上げた、執念を見せます。そしてここからが見ものです。執念を見せます。さあスローインです。パスをつないでいきます。速いパス回し、積極的なディフェンス、フォローが欲しい、競り勝った、大きくクリア、フィニッシュの形まで持っていけない。ヴェルディ川崎、ディフェンシブなフォーメーションを引いています。細かくつなぎます。短いボール、ゆっくりとパスを回します。後ろに戻します。細かくつないで、時間も半分を経過しました。スルー、体を張る、ゴールラインを割りました。コーナーキックです。これは一つの山場になりそうです。面白いコースだ、ヘッドで流す。後半30分経過しました。パスをつないでいきます。大きくクリア、守備には定評があります。速いパス回し、後半残りわずか、そろそろ危険な時間帯、執念を見せます。スルー、もう時間がないぞ、ロスタイムに入りました。ここでホイッスル、ヴェルディ川崎、なんとか勝利を手にしました。素晴らしい試合内容でした。皆さんはどう思われましたでしょうか。もうお別れの時間が近づいてきました。また皆さんとお会いできることを楽しみにしています。今日の感動の余韻に浸りながらお別れさせていただきます。実況は私真鍋優でお送りいたしました。